どうも、ゆうやです。というわけで、今回はオナキンでニキビは治るのかという話をしていきます。でですね、皆さんこれ気になるよね。うん。気になるさ、そりゃ。だって、興味津々でしょ？うん。大丈夫、隠さなくていいよ。興味津々じゃ。うん。やっぱりね、こういう話ってすごくみんなね、いろんなところで言ってると思うんですよね。オナピーをするとニキビができる、あるいはオナキンをすることによって美肌になれるっていう話はどこかで聞いたことがあると思います。で、それを聞くたんびにみんな思うはず。それって本当なのかいっていう。その疑問を今回は払拭する動画になってます。でですね、実際それでもし美肌になれるんだとしたら、それはね、やっぱりこう肌で悩んでる人にとっては朗報じゃないですか。うん。ちょっとやっぱりね、我慢するのはストレスかかるかもしれないけれども、それで美肌になれるんであれば、なんとかしてでもやっぱりそれは取り入れていきたいと思いますよね。で、その一方でやっぱりさ、欲望と願望がさ、やっぱりこう戦い合うわけじゃないですか。いやー、それはどうだろう、あー、やっぱりやりたいなみたいなね、それで悩んでる人も多いと思うんだよね。うん。でもね、大丈夫、今回の動画を見ていただければ、それで悩むことはもうなくなります。というわけで、今回は前半の方でなぜオナキンすると美肌になるのか、そういう風に言われてるのかっていう説明をしていきます。そしてそれを踏まえた上で、後半の方でじゃあ実際どうなのっていう話をしていきます。このチャンネルではこういう風に外見をきれいにする美容と内面をきれいにする心理学、2つにテーマを置きまして様々なことを論じていきます。見逃したくないよっていう方はぜひチャンネル登録とベルマークをよろしくお願いします。またですね、ゲーム実況チャンネル絶賛放映中です。ぜひね、説明欄からご覧ください。ではまず、なぜオナキンで肌がきれいになるのか、そう言われてるのかっていう説明をしていきます。でですね、これは絶対に頭に入れておいてほしい。なんでかっていうと、結局ですね、それがなんで効果がそういう風にあるって言われてるのっていうことを理解しておかないと、じゃあ実際にそれが効果があるのかっていうことは理解できないからですね。なので、それをまず説明していきます。で、まず一つ目、これ何かっていうと、男性ホルモンの増加です。そう、男性ホルモンね、これテストステロンとも言われます。これ何かっていうと、まあ皆さん知ってると思うんですけれども、いわゆる筋トレとかああいうことをした時にしっかり出てくる、男性ホルモンですね。で、これはですね、筋トレとかした時に出てくる理由としては、やっぱりね、それが出てくることによって損傷した筋肉をしっかりとね、再結合させて、そして筋力を強くしていく、あるいはですね、思春期とか、まあ皆さんぐらいの年代になってくると、やっぱりね、体毛が濃くなると思います。主に男性だったらヒゲとかね、まあいろんな体の部位のね、体毛濃くなっていくと思うんですけれども、あれもテストステロンによるものです。じゃあなんで男性ホルモンが増えることによって肌荒れしやすくなってくるかっていうと、要はですね、そのホルモンバランスが関係してるんですね。で、いわゆるですね、あれをやった後っていうのは基本的に男性ホルモンがガンと上がるんですよ。ガンって上がるんですよ、一時的にね。うん。で、その上がった時にどうしても普段のホルモンバランスから一気にこう上がるもんだから、それでホルモンバランスが崩れて、で、皮脂が過剰に分泌されたりとかして肌荒れしてニキビになりやすいんじゃないかっていうことが言われてるんですね。ただね、ここで押さえておいてほしいことは、一時的になんですよ。そう、あくまで一時的になんですね。つまりどういうことかっていうと、その時だけバーンって上がるんだけれども、一定時間が経つとやっぱ元に戻るんですよ。だからそれってどこまで影響あるのっていうところは結構怪しいところなんですね。で、これまあ皆さんね、普通に思い浮かべてみてほしいんですけど、筋トレってする人いますよね。僕もやっぱり筋トレめっちゃするんですけど、筋トレする人がみんな肌荒れてるかっていうと、そうじゃないじゃないですか。むしろさ、今 YouTube とかで筋トレとか、まあそういうトレーナーの方とかいるじゃない。そういう方々って肌綺麗じゃない。うん。おかしいなっていう話になってくるわけですよね。だからじゃあこのね、一概に男性ホルモンが増加したからって言って、それが肌荒れにつながるかニキビにつながるかっていうのはちょっとね、怪しいんですよ。ただ理論上はそういう風に言われてるっていう話なんですよね。で、もう一つ挙げられるのが、精子の中にはタンパク質をはじめとした様々な栄養素っていうのが入ってるんですね。で、その栄養素が入ってる、要は栄養素を排出することによって体にですね、悪影響が出るんじゃないかっていうことが言われてるんですよ。なので逆説的な言い方をすると、その栄養素を中に残しておくことで、要はですね、肌っていうのは綺麗になるんじゃないかっていう話ですね。ところがですね、これもうさ、じゃあ取りゃ良くないっていう話ですよ。栄養素出したんだら栄養素取れば良くないっていう話になってくるんですよね。だからこれもなかなか怪しい話なんですね。それからオナピー後の疲れです。そう、疲れですね。これってやっぱりその疲れっていうものが、まあオナピー後ってすごいんですよね。特にですね、射精する疲れっていうのはかなりすごいって言われてて、まあ例えるんであれば 100m を全力疾走した後ぐらい疲れるらしいです。もちろんね、実際全力疾走した時みたいに息切れはしないですけれども、やっぱり体としてはそのぐらいの疲れがあるっていうことですね。で、疲れがあるっていうことは、これ疲れイコールストレスなんですよね。だからストレスを溜め込んでしまうことによって、どうしてもやっぱりね、肌が荒れてきちゃったりとかするっていう話なんですよ。なので疲れによるストレスを溜めないことによって、要は肌が綺麗になっていくっていう話ですね。ただこれも怪しくない？だってさ、我慢するじゃん。我慢することがストレスになんじゃねえのっていう話になってきません。うん、そういうこと
ことなんですよ。だからここっていうのはやっぱりね、肯定派と否定派っていうのがやっぱりいるんですよね。でこのまま流れで実際どうなのっていう話をしていきます。でですね、結論から言うと僕はおすすめしません。おすすめしない。これなんでかっていうと、そもそもですね、オナピーイコールニキビっていう、そういうね、エビデンスがないんですよ。根拠がないんですね、なのでこれはおすすめしないし、逆に言うと根拠がないからこそ要は肯定派と否定派がいるわけですね。だってさ、そもそもオナピーイコールもしニキビなんだとしたら、じゃあさ、肌が綺麗な人はみんなそれをやってないっていうことになるよね。でもどうですか、実際周りとみんなやってないの？やってるでしょ、やってるでしょっていうのもあれだけど、まあやってると思うんだよね。だってこれ三大欲求じゃん、食欲、睡眠欲、性欲でしょ。でこの三大欲求ってやっぱりどれをとっても欠かせないんだよね。食欲ってそら食べないと死ぬしさ、で睡眠欲も、基本的に寝ないと死ぬでしょ。で性欲に関してはもちろんね、処理しなくても死なないかもしんない、死なないかもしんないけど、間違いなく滅びるよね。人類が滅びちゃうじゃん。だからどれをとってもやっぱり欠かせないものなんですよ。つまり全部とうまいことを共存していかないといけないんですよね。で考えていくと、それを削るっていうことはまあどうなのっていう話になってくるわけですよ。もう人間的にね、もちろんね、先に挙げたように間接的に影響してくることはやっぱあると思います。テストステロンが増加することによってやっぱりね、あの男性ホルモンすごく多くなった時にホルモンバランスやっぱり乱れるでしょうし、それがねニキビの原因になることもあるかもしれない。ただ直接的な原因ではないんですよね。要はオナピーしたから絶対にニキビになるみたいなイコール関係がない以上、やっぱりねそれはですね、いいか悪いかっていうのははっきり言って、まあある程度ね個人の考えになってくるわけですね。さらにもう一つお伝えしたいことは、実はですね、オナピーって健康にいいっていう研究はあるんですよ。そう、逆にね、逆に健康にいいっていう研究はあるんですよ。でこれどういう研究かっていうと、ちょっと詳しいね数字の内容とか忘れたんですけれども、これオナピーをする人としない人をね比べると、前立腺がこれになるリスクが格段に違うんですよ。で具体的に確か、20回以上、1ヶ月に20回以上する人って、そうじゃない人に比べて前立腺がんのリスクがすごい低くなるんですよね。これはね、あの詳しい数字とかちょっと今覚えてないんであれなんですけれども、こういう研究があるんですよ。つまり逆に言うとね、その前立腺がん、がんですよ、がん、がんと美肌と比べた時にどっちが大事なのっていう話になってきますよね。絶対がんじゃん、転移するから、転移したら死ぬからね。で美肌に関しては基本的に何か他の手を打ってあげれば、命がある限りはねちゃんと戦っていけるけれども、がんに関しては死んだらもう元も子もないですから。ってことを考えていくと、やっぱりね、じゃあ健康にいいのって何なのって思った時に、僕はですね、あのやることはやった方がいいと思います。で逆にやることやって、さらにこっちでもやることやればいいんじゃねえのっていう話なんですよね。だからつまりですね、美肌になりたかったら、そんなね変なことは我慢しなくていいの。我慢しなくていいことは我慢しなくていいから、別のところでしっかり努力をしなさいよっていうところですよね。つまり食事、運動、睡眠ですよね。ここでしっかり努力をしてあげることで美肌になることができます。もうね、本当そうだと思うよ、そうだと思う。だってさ、ストレス溜まるでしょ、そんなこと我慢してたら。当たり前じゃん。ストレス溜めないように美肌に持っていく、そのために自分で管理して徹底的にやっていって、そして継続していくっていうのがやっぱり美肌になるプロセスですからね。で各言う僕も、じゃあ我慢してるかって、我慢してないですよ、全然してないね。なんならピーの P だよ、本当放送禁止用語ばっかり出てくるぐらい我慢してないです。なのでこれはね、もう気にすんなもう気にすんなっていうことです。っていうか、そんなこと気にするんだったら他のとこ気にしろよっていう話になってくるんで、やっぱりねこういうとこは気にしなくていいです。それに関してはもう気にしなくていいから。じゃあ実際それで肌が綺麗な人が多いかっていうと、そうでもないからね。実際だって僕我慢してないのに、これだよ、でも別のとこで努力してるからっていうところなんですよね。だからね、そういうねストレスっていうものは、まあ余計なストレスになってくるから、こんなものは抱えないようにしましょう。そして食事だったり運動だったり睡眠に関する動画、要は美肌に関する動画は、このチャンネルをまあ見てくれとけば、かなりねいつも更新してるから、ほとんど毎日更新してるんで、どれかしらにねあなたの悩みに刺さるものが絶対にあるんですよ。だからやっぱりね、それをしっかりと見ていただいて、で実際実践していただいて、その上で継続する、これが大事になってきますから、最低でも1ヶ月ぐらいは継続していただいて、でその上で結果を見て、それから試行錯誤していくっていうことがすごく大事になってます。なのでしっかり勉強して、みんなで綺麗になっていきましょう。でこのチャンネルではね、あのみんなね、あの僕もそうだけど、ほとんどね、あのこのチャンネル見てる人たちってかなり美の意識が強い人たちだと思うんですよ。
コメントとか見ててもやっぱりねそういうねコメントが並びますし、あるいは僕がねコメントなかなか返信できないんですよ。これね時間かかるし、やっぱりねあのなんて言うんだろうな、一人に対して僕適当な返信したくないんで、かなり考えて返信するんですよ。返信するときはだから時間かかるんですよね。はっきり言ってもう一つの回答に対してまあ3分ぐらいはかかったりするんですよ。でこれ3分ぐらい、3分かよって思うかもしれないよ、カップラーメンじゃんとか思うかもしれないけど、3分ぐらいを例えば100人やったらどうなる、300分だよ、そんな時間ねえよっていう話になってくるんですよね。むしろその時間を使って新しいね情報をリサーチして、その上で新しい情報をどんどん出していく方がみんなのためになるじゃん、うん、だからそういうふうに僕はしてるんですけれども、その一方でですね本当にねあのすごい美に、なんていうのかな、美意識が高い方々は僕が回答できないんだけれども、その質問が来た質問に対して回答してくれてる方とかもいるんですよ、うん、主じゃなくてごめんなさいみたいな感じで書いてあるんですけど、むしろ僕はありがとうございますっていう感じで、本当にねああいうコメントとかっていいなと思って、やっぱりねいろんなこう考え方あるじゃない。でそれを見ることによって僕もね、ああこういう考え方もあるんだなとか思ったり、逆にねいやその考え方は甘えなとか思ったりするわけですけれども、やっぱりねあのそういうものっていいと思うんですよ。いろんな人の意見を聞いて、でその上で自分に合うものを見つけて、そしてその上でやっぱりねあのしっかりやっていくっていうことがやっぱり何事も成功するコツですから、うん、なのでまあどんどんねあのみんなであの意見交換しちゃってください。どんどん言っちゃっていいと思うんで、ただねあのあまりにひどいコメントとか、あまりにねそのなんだろうな、コメントしてくれた方をけなすようなコメントをしてる人に関しては一発であの非表示にしますんで、あの救済措置はございません。一発で跳ねるんで、僕そういうのめちゃめちゃ厳しいからね、言っとくけど、一応言っとくけどね、改めて言っとくけど、あの僕もうねあのこのチャンネルずっと見てくれてるみんなは多分分かってると思うけど、僕そういうのめちゃめちゃ厳しいんで、そこに関しては気をつけてくださいね。あくまでモラルを守って一人の人間としてその人格を尊重した上でちゃんとしたコメントをしてください。というわけで今回はオナキンでニキビは治るのかという話をいたしました。どうでしたか？うん、まあ気にすんなって話です、まとめるとね、うん、やっぱりね気にする人多いんですけれども、やっぱねなんで気にしちゃうかっていうと、結局ね大体ねあのニキビですごく悩む時代ってやっぱり思春期じゃないですか。だから20代まあ前半ぐらいまでかなで悩むと思うんですけれども、やっぱさそういう時期ってまあ多感じゃない、いろいろとやっぱりそういうことに興味もね、やっぱり性的なものに興味も芽生えてくる時だし、プラスそれでニキビができやすいっていうところもあって、そのね2つのものが入り乱れて、でそういうなんていうのかな、属直接じゃないけど、まあ直接までは言わないけどね、うん、もちろんいい部分もあるんだろうし悪い部分もあると思うけど、やっぱりねそういうものが生まれてきたんですよね。でやっぱりそういう性的なものに興味があって、そしてニキビができやすい、そういうね2つのことどっちもね自分の肌で体感してる皆さんは、オナキンすると美肌になるとか言ってると、やっぱりねマジでとか食いついちゃうんだよね、うん、でもねやっぱり冷静になって考えてみたら、まあそうでもないっていうことに気づくと思うんですよね、うん、なので今回の動画はそういう動画でした。まあ要は気にすんなってことですね。で気にしなくていいところは気にしなくていいから、気にするとこ気にしようぜっていうのが今回のお伝えしたいことでした。大丈夫、俺も大好きだから。この動画が少しでも良かったよっていう方は評価ボタンよろしくお願いします。またですねどんどんこういう動画を出していきます。見逃したくないよっていう方はぜひチャンネル登録とベルマークもよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok でも YouTube になる前のショートバージョンを公開中、ぜひ概要欄からフォローお願いします。でですね Instagram では Reels っていうね新しいなんかねショートムービーのやつ始まったんで、そっちもね積極的に上げていってます、昨日ぐらいからまだ昨日ぐらいからだけどね。だからそっちもねあのフォローしておいてください。一応ね説明欄にリンクありますので、インスタグラムもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。そんじゃ。まただ。